影の描き込みはこんな感じかな。最後に鉛筆の塗りムラを削って、よし、一枚できた。昨日よりも早く描けるようになった気がする。でもまだ立体感がうまく出せてないな。もう一枚描こう。次はもっと本物に近い立体感が出るように線を丁寧に重ねて。みんなもういる？いるよ。エナノンはログインしてるみたいだけど。ミュートになってるね。今はいないのかな。やば、もう25時？ごめん、作業始めるね。大丈夫？何かやることあるなら無理しなくてもいいよ。今一段落したところだから大丈夫。昨日の続きからやるね。デッサンの練習もう少ししたかったけど、ニーゴの作業もちゃんとやりたいし、今日の分の作業が終わったらさっきの続きをやろう。一枚でも多く丁寧に描いて上手くならないと。上手くなって。うん、今はとにかく頑張らないと。今日の好評も散々だったな。実力足りてないんだから酷評されるのも仕方ないんだけど。エナちゃん、今日の生物がすごく良かったね。え、本当？うん、ガラスの質感がリアルだったし、レモンの陰影も綺麗で立体感が出てるなって思ったよ。雪平先生もそこの指摘はあんまりしなかったし。そっか、よかった。デッサンは前より描けるようになってきてる。ちょっとずつだけどちゃんと成長できてると思うし、頑張らなきゃ。お知らせ？なんだろうね。ついに来たね。うん、美大受験に向けての実技指導。確か雪平先生が一人一人にデッサンとか油彩の指導をしてくれるんだよね。毎年この実技指導のおかげで合格してる人がたくさんいる。美大に行きたいのならこのコースを受けて雪平先生に教えてもらった方が絶対にいい。でも、ただいま。うん、部屋で着替えてくる。受験か。本当にどうするかちゃんと決めないと。だけど、ああ、順調だ。まあ、そうだな。俺にとって、半生を振り返るようなものになった。
古典、やるんだ。遠い、な、描いた絵を評価されて、たくさんの人に見てもらえて、それで、食べていけるなんて。私も、あんな風に。やっぱり、全然イメージできない。一歩ずつ進んでいこうって決めてから、毎日書いてるけど、まだ、周りに全然追いつけてない。そもそも、美大に行くべき、なのかな。うまくなりたいなら、画家になりたいなら行った方がいいと思うけど、こんな私が、本当に画家になれるの？こんな気持ちで、美大を受けていいの？なんでもない。着替えてくる。石膏像の奥行きは出せてる。でも前に指摘されたバランスの悪さが今回の絵にも出てる気がする。パーツの長さに少しばらつきがあるからバランスが取れてないんだ。指摘されてから結構練習してるのに、どうすればもっと自然に描けるようになるんだろう。はい。実は今、美大を受けるかどうか悩んでるんです。それは、もっと、上手くなりたいからです。上手くなってそれで画家に、画家に。え、古典の手伝い？うん。絵画教室の課外授業で。って言っても、行くのは雪平先生と私だけなんだけどね。そうなんだ。ねえ、古典って何？美
美術館でやってるようなのとは違うの？ああ、よく美術館でやってる展覧会とかってテーマを決めてそれに合う作品を集めるようなのが多いんだけど、個展は個人が自分の作品だけでやる展覧会のことなんだ。ほら、こういうの。絵がいっぱいある。すごいね。絵じゃないの、飾ってるところもあるね。ああ、彫刻とかオブジェを飾る個展もあるよ。その個展で何を表現したいのかによるけどね。そうなんだ。作品の飾り方でその人の世界観とかも見えるっていうし、面白そうだよね。でも手伝いって何するの？いろいろあるけど、もう会場も展示するものも決まってるだろうし、絵を搬入したり作品や会場を飾り付けたりするくらいかな。結構体力がいりそうだね。でも面白そう。レン、興味あるの？いろいろな絵がいっぱい飾られてるの、見てみたいな。私も。ねえ、エナ、見に行ってもいい？え？ああ、まあ、いいけど。どうしたの？別に、大したことじゃないんだけど、あいつの、父親の個展だからさ。それ、大丈夫なの？うん。気は進まないけどね。ん？お父さんの個展だと、ダメなの？ダメっていうか、まあ、昔いろいろあって。そうなの？大丈夫だってば、そんなに心配しなくてもいいよ。まあ、思うところはあるけど、先生も何か意味があってこの授業をやろうって言ってくれたんだと思うし、行こうと思う。エナ。そっか。頑張ってね、エナ。ありがとう。リンとレンも当日は朝から準備してるし、適当に遊びに来てよ。5分。昨日遅くまでやってたんだから。あー、もう！うるさい！まだ6時じゃん。眠。幸宏先生との待ち合わせは8時半に会場前。あいつの絵か。最近見てないけど、相変わらずすごいんだろうな。見に来るお客さんもたくさんいるだろうし。やっぱり憂鬱だな。エナ。え？二人とも、もう来たの？
朝から行くって言ってたから。ごめんね。まだ早かった。大丈夫。おかげで、後に引けなくなったしね。え？なんでもない。じゃあ、準備するからちょっと待ってて。通り着いた。幸宏先生は、おはようございます。今日はよろしくお願いします。問題ない。そのまま進めてくれ。その話し方どうにかならないのか。堅苦しくてむずがゆくなる。よろしくお願いします。ああ、よろしく頼む。表通りに絵を飾る作業か。絵も重いし、やっぱり体力使うな。それに、あいつの絵、久々に見るけど、やっぱりすごいな。少し見ただけで違うってわかる。モチーフが自然と目に飛び込んできて、胸の中に入ってくる感じがする。色の使い方もすごく綺麗で、そういう技術的なことがどうでもよくなるくらい目が離せなくなる。やっぱり見なきゃよかった。まあ、これがエマちゃんもお父さんも絵？二人とも。そう、綺
麗な絵だね。まあ、プロの画家だしね。え？エナちゃん、お父さんの絵好きじゃないの？そういうわけじゃないよ。昔は好きだったし、よく真似したりもしてた。でも、今は。こうやって絵を見ると、思い知らされるから。私は、持ってない側なんだって。こんな私が、本当に。エナちゃん。あ、ユキヒロ先生。こっち側は設置できました。あとは掃除をやれば終わりです。え？作業に集中してたので、あまり見れてなくて。それって夜に咲くボタン。確か私が生まれた日の夜、病院の帰り道に咲いてた一輪のボタンを描いたって聞きました。正直、あいつの絵を見るのはやっぱり嫌。自分がどれだけ遠いか思い知らされるから。だけど雪平先生が感じろって言うなら、その先に何か私にとって必要なものがあるのかもしれない。見なくちゃ。ちゃんと、あいつの絵を。ごめんね、レン・リン。心配かけちゃって。ちゃんと、見ていくよ。あ。でも、無理、しないでね。うん、大丈夫。じゃあ、最初の方から見ていこっかな。向こうに行こうか。この絵も、綺麗だね。うん。それに、すごく迫力があるな。うん。本当に、どの絵も。構図の切り方も独創的だし、色の乗せ方も。ああ、この夜の川の絵、すごく不思議な感じがする。現実じゃなくて夢の中にあるみたいな。
それ、実はうちの近くにある川なんだよね。え、そうなの？うん、でもこの絵と違って普通の場所なんだ。私も昔一回描いたんだけど、つまんない絵になっちゃってさ。なのにあいつが描くとこうなるんだよね。そうなんだ。本当にすごいね。うん。でもこの絵を感じ取れって言われてもやっぱりわかんないな。構図を工夫して川が大きく見えるようにしてるのはわかるけど。感じる。あ、どうしたの？なんとなくなんだけど、なんだか暗い感じがするかも。暗い？でも他の絵もそんな感じがする。確かに夜の絵が多いような気がするね。それは多分この個展のテーマが夜更けだからだと思う。だから夜にまつわる絵が多いんじゃない？そっか。でもどうしたの？描いた時期によって雰囲気が違ってるなって思って。最初の方に見た絵は夜って言っても月の光が印象的に描かれてたり、街の明かりで照らされてたり、ほんの少しだけど明るく感じるっていうか。でもこの壁、中期に描いたエリアの絵は違う気がする。どこが違うの？なんて言えばいいんだろう。私もはっきりわかるわけじゃないんだけど、もっと暗いっていうか。もっと暗い？あの絵とか？え？あ、真っ暗な部屋に空き缶と絵の具がたくさん散らばってる。絵を描くためのキャンバスって言うんだっけ？あれも倒れてるね。なんだか怖いな。この絵、昔小さい頃に見た。そうなの？うん、アトリエに置いてるのを見たんだ。でもなんだかあいつがすごく嫌そうな顔してて、すぐ絵を片付けちゃったんだよね。エナに見せたくなかったのかな。そうかもね。でもなんで？あれ、そういえばなんだかこの絵、いつもよりも筆使いが荒い気がする。え？あいつの絵ってもともと荒いっていうか、筆跡が残るように描くタッチなんだけど、この絵は何だろう。もっと乱雑になってるっていうか、投げやりな感じが。焦ったり、苦しんでるような感じが、するのかな。焦ったり、苦しんでる。うん。なんか、どうでもよくなってるっていうか、でも描かなきゃって、追い詰められてる感じ。追い詰められてる。前のエナみたいに。え？
かなきゃ。何でもいいから書かなきゃ。このまま書けなかったら、私は本当に。どうして？どうして？書けないの？なんで書けないのよ！そういえば、私も、あの時はこういう絵を描いてた気がする。あいつに否定されて、描いても描いても、いい絵だって思えなくて、どうすればいいのか、わからなくなってた時。出来は全然違うけど、こんな風に、粗いタッチになって。もしかして、エマちゃんのお父さん、絵を描くの、つらかったのかな？え？絵を描くのがつらかった？あいつが？でも、確かにこの絵からは苦しさを感じる。どうして？こんなに、こっちが悔しくなるくらい描けるのに。どうして？こんな辛くて、苦しい絵を描いてるの？あ。エマ、次の絵。さっきの。ボタンの絵。わかんない。わかんないけど。私の目で見て感じてみよう。思い込みとか、今までの記憶とか抜きで。そこに、答えがあるのかもしれない。このボタンの絵、さっきまで見てた絵よりも、明るい気がする。さっきの絵は影がすごく濃くて、散らばった絵の具もキャンバスも全部どうでもいいものみたいに見えた。でもこの絵は少し違う。ボタンは月の光に照らされてまるで生きてるみたい。だけどボタンの周りの夜の風景、そこは乱雑に塗られてる感じがする。ボタンはすごく丁寧に塗られてるのに。この絵、ちょっと変。花は綺麗だけど、それ以外はすごく暗い感じがする。うん。不思議な絵だね。エナちゃんのお父さんは、どんな気持ちでこの絵を描いたんだろう。わかんない。けど、この絵には他の絵と違って光みたいなのがある気がする。光？うん。影と入り混じってるような感じもするけど、明確に光を描こうとしてるような。でも光を描きたいだけならこういう絵にはならない気がするし、何を思って描いたんだろう。あ、なんだか苦しい感じがしました。はい。
ボタンはすごく綺麗に見えるけど、周りの景色が乱雑に描かれてて、なんだか。いや、でも。はい。今までの絵を見てきて思ったんです。どうしてかはわからないんですけど、この頃の絵って全部すごく苦しい感じがして、苦しいけど描くしかない、なんとなくそんな感じがしてたんですけど、ただこの絵はその苦しさの中に何かを、多分救いみたいなものを描いてる、そんな気がして、あの先生。もう少し絵を見ていっていいですか？もう一度見たくて。はい。ありがとうございました。到着！ここがエナのお父さんの個展会場か。個展って言うともうちょっと小さいところでやるイメージあるけど、やっぱりエナのお父さんってすごいんだね。だね。どんな絵があるんだろう。今回のテーマは夜更けみたいだから夜に関係する絵が多そうだね。え、そうなんだ。っていうか真冬詳しいね。奏が気になってたみたいだから一緒に調べてた。エナのお父さんの絵は昔からちょっと見てたから少し楽しみで。それならちょうどよかったじゃん。どこにいるんだろう。あ、そうだね、受付とかにいるのかなって思ってたけど、裏方の仕事もやるみたいだったし、もしかしたら会うのは難しいかな。そっか。できればちょっとだけ顔見たかったな。エナにとってお父さんは
あんまり触れたくないとこだろうし。元気だといいな。うん。ねえ、あそこ。あ、エナ！って、あれ？もしかして、エナちゃんのお父さん、絵を描くの、つらかったのかな？あの人が誰にも見向きされなかった。画家をやめようと思ってた。信じられない。でも、もし本当にそうなら、お前が画家になりたいのなら、今のような苦悩がずっと続くことになる。才能がない者が才能ある者と同じステージで渡り合っていくということは、お前が思っている以上に辛いものだ。絵を描き続ける限り、お前が感じている苦しみは続くことになる。納得できるものが描けない。何も生み出せないかもしれない。その苦しみとこの先も向き合い続けることができるのか。できるものが描けなくて、何も生み出せないかもしれないって思いながら苦しんで悩んで苦しんで描いても誰にも見向きされなくて、それでも描き続けようって思ったんだ。私も昔はこの絵をただ綺麗な絵だと思ってた。真っ暗な闇の中に咲いたボタンがなんだか神秘的に見えて。だけど、絵と共に生き続ける覚悟。どんな気持ちだったんだろう。どうしたらそんな覚悟ができるの。心配しなくても大丈夫そうだね。うん、そっとしておいてあげよっか。ああ、今日はありがとうございました。は、はい。あ、ちょっと。もう、
何これ、気まず。っていうか、課外授業とはいえ、古典を手伝った娘に何かないの？不本意かもしれないけど。お礼とか言うでしょ、普通。やっぱり帰る時間ずらした方が良かったかな。でも、さ。ん？聞きたいことがあるの。なんだ？私が生まれた時、絵をやめようと思ったって本当？雪平か。先生に聞いたのもあるけど、絵を見てなんとなく感じたの。いつもはもっと自信たっぷりに絵を描いてるって思ってたのに、今日見た絵はなんだか苦しそうな感じがして。だから、自信か。そんなものを持ったことはない。え？あの頃、俺は表現したいものを理解されず、いつしか求められるものばかりを描き続けていた。そんな自分も許せず、本当に描きたいものを追求しなければならないと筆を取り、それでもなお理解されず絶望した時もある。だからやめようと思ったの？いや、違う。え？俺はあの時、画家ではなく一人の人間として生きようと思っていた。一人の人間として？ああ、あの頃の俺は画家としても男としても何も成し得ていなかった。宙に浮いたままくすぶり続けているどうしようもない男だった。だがそんな時にお前が生まれた。それまではずっと暗闇の中にいた感覚があった。だが、この手にお前を抱いたとき、目の前が光で滲んだ気がした。本当に守らなければならないものがある。そう感じた。何も生み出せないのであれば、成し得ないのであれば、一人の人間として、この命を守っていこうと思ったんだ。だから最後に一枚だけ描きたいものを描いて、画家人生を終わりにしようと決めた。それがあのボタンの絵？そうだ、今も覚えている。お前が生まれた日の夜、病院からの帰り道であの花を見た。暗がりの中で小さく咲いているあの花が、さっきまで腕の中にいた赤ん坊のように見えた。暗く寂しい画家人生を照らす小さな光、それが俺の最後にふさわしい絵かもしれない。そう思って俺のすべてをその絵に乗せた。そうだったんだ。だが、描き終えた後、その絵を見て筆を折ることはできないと思った。その絵はまさしく俺のすべてだった。絵を描く苦悩も喜びも愛しさも、全てがその絵に込められていた。なぜ絵を捨てるなんて考えていたのだろう。捨てることなどできるわけがないというのに。その時、
ようやく気づいたんだ。俺は逃げることができない、絵のない人生を歩むことができないのだと。絵のない人生。ああ、そう分かってから嘘のように迷いが晴れた。え？絵を描かないならば俺は生きることはできない。そして守りたいものを守ることもできない。離れられないのなら抱えて生きるしかない。そう考えたら覚悟が決まった。覚悟が？もし絵から離れたら私はどうなんだろう。ショッピングして、自撮りして、おしゃべりして、なんとなくゆるくて楽しい時間を過ごして、簡単なイラストくらいは描くかもな。でもそんな人生を生きられるの？きっと無理。そんなの、絵を描かない私なんて私じゃないから。絵を捨てたら私は私のことを許せなくなる。だったら、はあ、なぜ絵を捨てるなんて考えていたのだろう。捨てることなどできるわけがないというのに。そっか、私もそうなんだ。悩んでも苦しんでもきっと絵から離れられない。覚悟か。ありがとう。ん？おかげで、わかったの。私がこれから、どう生きていきたいのかが。どう生きていきたいか。うん。私は、やっぱり、絵を描き続けたい。才能がないのだって分かってるし、うまく描けないことばっかりだし、今のままじゃどうにもならないって思ってる。でも絵を描いてない私なんて想像できないから、描いて描いて描き続けて、それで画家になりたい。エナ、だがそれは。分かってる。並大抵の努力じゃ本当の天才にかなわないことも、もし画家になれたとしても苦しむかもしれないってことも、まだ本当に分かってないのかもしれないけど、今日のあんたの絵を見てたら分かるよ。でも私だって絵を捨てられない。あんたの子供だからなのか、ずっと絵がそばにあったからなのか、もうわからないけど、でも絵から離れられないの。だからこれくらいは認めてよ。自分の責任は自分で取るから。覚悟はできているのか？うん。好きにしろ。ありがとう。
この先きっと苦しいことしかない。あいつみたいに。うん、あいつ以上にずっと苦しみながら書くことになる。けど私は絵から逃げられない。それならもう進むしかない。私も絵と一緒に生き続ける。私にはそれしかないんだから。